五という字を書いてみましょう。まず一画目、横の中心よりも上の方から入って縦の中心に左も右も同じ長さだけ出るように短めに少し反り上げる横画を描きます。少し反り上げる横画です。2画目は縦の中心と1画目に触れたところから斜めに向かって左の方に向かって降りてきます。この時あんまり左になりすぎないように、少しだけ左に向かって降りてくるようにしましょう。3画目は横の中心を通るようにで、少しだけ右上がりになるように書きましょう。で、1画目よりも短い位置で折れ曲がってきます。この折れ曲がってくる時はまっすぐ下に降りてきます。2画目みたいにこう斜めにならないようにまっすぐ降りてきてください。まっすぐです。で、4画目は一番長い横画です。で、2画目と3画目の書き終わりを通って書きます。ポイントとしては、1画目は短い横画なので少し反り上げるように書いてください。あと2画目は縦の中心をから斜めに入ってくること、ここの角度がこのぐらいの角度を何回も書いてると、このぐらいの角度が分かってくるようになります。で、3画目は1画目の書き始めからまっすぐ中心のところまで降りてきて、少しだけ右上がりに書いて、で、1画目の書き終わりよりも短い位置でそのまままっすぐ下に降りてきます。で、この降りてきた書き終わるところはの2画目の書き終わるところをこう合わせるように止まります。そうすると4画目が書きやすくなります。4画目は長い横画なので伏せる横画を書きましょう。ここはまっすぐ降りてきてください。